ごきげんよう、かいちゃんです。というわけで、今回は、マイクラフトの素材を使って、いろいろやってみた企画、もうめっちゃ楽しいな。いろいろやってみると、いろいろ集まってても、家作るだけだけ。家作るだけ。もう家作るのが、楽しい。家。もし、じゃあ、家、よし。クリア。平和の世界は、あの程度に。はいはい、わかってます。こうやって、こうやればいいんでしょう。スケートの夢で教えてくれる子は、リスクを落としてね。それから知ってるよ。まずは、家自体をちょっと作っていく必要。このぐらいの長さができたら、横幅をめっちゃ長くしていきたい。また指見せるな。今実況撮ってる？うん。あとは、お父ちゃん、お父ちゃんの携帯で手伝ってやるとか、あとは。ねえ、お父ちゃん別のアプリやってるから。ねえ、ゲジリギョーク、資金でおちゃん。スキン買えないと。ラッキー、ラッキーボーイ。キーボーイはラッキーブロックだからちょっと硬い。トン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 。ランダムで早く掘れるツールをゲットし、よっしゃー。こうしよう、これ。うわぁ、うわぁ、おら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 ぁ、オーラーンだ。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 おらーだ。おらーあ、あれ？なーんだ。うらー。うらー。
あげてほら。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 わーんだ。おらー。おらー。おらー。見て、バグってるみたい。バグってるでしょ。バグってない。バグってるのね。よしよし。いい感じ。で、欲張りだね。よいしょ。ほらー。皆さん、アクロス・ザ・スパイダーバース、今日見た、僕が見た、めっちゃ面白かった。スパイダーバースを見た、ちょっとね。スパイダーバース見てからじゃないか、アクロス・ザ・スパイダーバースはダメだよ。まあ、ダメって言ったんだけど、あまりどうしてこれってのかわかんないじゃん。多分、僕に言われたら多分ね、みんな見ると思うんですけど。見ない可能性の方が高いけど。バグってるじゃん。バグった世界。オラーンだ。ブワーンだ。オラ。よし。これを。あと、こうやれば、てぃ。てぃ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 。見て、あの、チャプター、バンバンストーリーズのチャプター1の、トゥー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 。それ、丸がいるね。ヨウちゃんがこれいたら、ちょっと楽勝なんかして。じゃあ、このくらいの高さでいっか。巨大ハウスだ。
で、ちょっと、裏、ね、あと、どんどんどん、えぇ、まあ、一緒。とりあえず、ここら辺に。めっちゃ豪華に見えるんだけど、気持ちはこういうほら、ほら、いや、ちょっと横はもうよく見えたら、ほら、ほら、くわーって、よしよしよし。僕が声が変わってた。あ、それは心配する必要ない。なんか、わぁ、ぐーって。うん。なぁ、なぁ、父ちゃんがいたら、って話しよう。父ちゃんがこの後、そういうことさえ言わないから。意味がないんだよ、今の言葉。僕何言ってんの、意味のわからないことを言ってて、ブラブラ、うぇリウェイビートルビートルあビートルとビートルとりょうちゃん、ビートルとりょうちゃん、ビー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 トルとりょうビートビートルとビートルとりょうちゃんじゃん、ビートルとりょうちゃん、ビートルとりょうちゃん、ビートルートリュー、あ、ビート、ビート、ビート。ビートルートリューちゃん。え。あ、ちょっと見た。ビートルー、ほら。ビートルートリューちゃん。え、やばいな。ビートルートリューちゃん。あ、ビートルートリョウちゃん。はぁー、ビートルートでした。ビートルートでした。ビートルートで、あぁービートルートでした。ビートルートでした。ビートルートでした。これをちょっとコピペすればいいだけ。よし。みんなまず決めるしょ、そんた、せーの。よし。壁が全部終わりました。あいでんでよ。すごいでしょ、これ。もうめっちゃ頑張ったよ。と天井一気で行くだけ。もう僕、35分がプールがあるからね。YouTube 公開するの、まあ、YouTube 公開、まあ、YouTube 公開してからの時間の35分じゃないけど。プールがあるから。35分にやれるで。もう一回 YouTube やってる。
いや、みんなのトゲとても、いや、14分くらいだろうけど、僕がもう壁やっている間にめっちゃかなり経って。もうちゃん邪魔しないで。めっちゃ暗いし。色？うん。オーブは湧かないようになったし。自分でしか湧かせられないようになったし。わけわかんねえ。意味とろろ。そうなんで。意味とろろ。クシュークシュー、うん、シュー、シュー、そんな声。うん。シュレレレレレ。んちんちん。シュレ。そこにやってきた。ワクパーバンバンバン。バンバンバン。僕は早めんだけど来ろ。敵が来たらマウスをぐちゃぐちゃやれ。いやヒーローは、ヒーローは普通に飛んでいくから大丈夫だよ。みんなクロスザイツイヒ見に行ってみて。大丈夫かな？大作だ。おー、勝利した。忘れてた。あっ、あっ、あっ。
目覚めてほしくて。よしよし。じゃあ、もうカットしてくれ。違ったわ、それだ。だって、あまたで滑ってもらったし。うん。おしおだ。こちら、内装を作っていきます。あ、おしお。まずは、電気をつけていきたいと思う。これヒーローじゃなくて仲間だ。あとは、この、あ、こっちで、これおしゃれです。あん、ルカちゃん、これはヒーローだね。いらんて、いらんて。ヒーローカブスだよ、これは。なら大丈夫。これはヒーローカブスだよ。これヒーローカブスだよ。おー、オッケー。どうやって。これを何個か作っていく。いや、いや、いや。うわぁ、敵だね。私もヒーロー。じゃあ、ここら辺にちょっと、お願いします。ヒーローがまず、していけばだ。そういうところ。スーパーマリオはヒーローだ。ドキンちゃんは食パンマンを愛してるから仲間。だって攻撃してくないもん、ドキンちゃんは。バイキンマンで終わるよ。ツン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 。ぷいぷい丸がパトカーは。いいやつ。いやーゴブリン。ゾンビか。おしゃれだね。次は、ズーン。やっぱりまずい。まずは、何か作業場かな。ねえ、メコマジって何かできないこれ何もできないやつ。なんか夢とかなんか言え。嫌とか思ってた。
何が起きるわけだ。それでなんか疲れてんの？もしも疲れてたら、もしも疲れたら教えて。地図作りか、なかなか言って。おお、勝ち合いはいるよ。かまどちゃーん。こんにちは、ガボガボだ。あいつはちょっと様子がおかしいから、ちょっと。あと普通になんか、こんな感じの句をつぶって、やっていこう。なんかここは変になんか、なんかこのように変えてくれる。次はテーブルチン。やっぱり次はキッチンの次といったらテーブルショー。こんにちは、サンズです。鼻かんぽうになりました。あ、サンズはモンさんでいけば仲間だね。うん。ヒーローだ。ヒーローではないよ。ただ、モンスターの仲間。あいつはいいやつ。さっきも出てきたこのゾンビ野郎。そうだ、サンズに見守りしてもらえばいいんだ。サンズ、見守りを頼む。お前は、はん、やば、やば、悪い奴だ、イエーイ。なんか、お邪魔して悪い奴がどこにいる。こんにちは、ザボザボです。今日、今もなんか、木のお化け、なんか、もちもちの木みたい。こんにちは、ポイポイボールでーす。あ、これは普通にいいやつですか。私はヒーローです。違う違う、観葉植物。私はヒーローです。観葉植物をちょっと育ててみたいな。私はちょっと早速植えていようと。なんかいい植物といえば、新しく追加された。トーチフラワーのタイトが、成長したのがね、きれいな品種。また、うつぼ。一生のパーツだね。ドゥ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 。もうドラムはいいよ。綺麗な植物をちょっと眺めながら、眺めたいから。ウサギはかわいい。かわいいね。オッケー。何の植物はここに育ててる。あ、もう。見て。え？おー！アモンゴス！インポスターがいる！うわー！インポスターがどっかにいるはず！やばいやばい。インポスターが発生します。
確かに、これってなんか、染料にできる。めっちゃ面白い。で、ピンクの花火は、ピンクだね。落ちそう。おー、オレンジなんだ。あと落ちっていうくらい、世代間帯あるんだろう。あとは、ベッドルーム。りょうちゃんが泊まってくるようだけど、普通にしろ。そうだ、毛布がいる。毛布を、じゃあ、白でつけてよ。はい。はい。よし、開け、毛布を、まず。して、ママやった方が好きだ。次は、何がいるかな？本が欲しい。ほら、本何も。今度は本屋さんを作って、街を作るんだ。こんだけ本、おしまい場所があればいいでしょ。あとなんかいるかな。何か足りないな。何か足りない。チェストが足りない。コンピューターでにボーナス制度が意外とあるお仕事したい人、今普通に注目。やっぱりエンダーチェストだ。これはこの人しか見ることはできない特別なチェスト。特別なチェストに、じゃあ、例えば、じゃあ、ダイヤモンド、カイト、サンセット。夏に足汗をかきやすい男性は必見。通気性。あと、ネズライトを。見て。何も起きてる。よしよし、あとなんかいるのもあるか。じゃあ次回はちょっと隠してみようと。すごい重要なことを知る。着替えなんじゃないかやばいということで早速、僕と両者の着替えを作っていかないと。トントン、トントン。着替えと。着替えがないと、やばいよ。着替えができない。忘れてたー。この後でちょっと着替えた。よし。これだけやらせて。よし。せーの。なんかおかしいしたからね。あとは、ここに、こんな感じで。こうやって。you
よし。完成ということで、次回は隠し扉とか作っていきます。それじゃ、また。